どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、期間限定 ANA マイル還元率 2.1% クレジットカードということで解説ねやっていきたいというふうに思います。今回紹介するのはセゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードということで、こちらね一般カードなわけなんですけども、クイックペイ支払い限定で常時 3% 還元っていうねキャンペーンを始めたんですよね。こちらセゾンカードなわけなんですけども、貯まるポイントはね永久不滅ポイントということで、永久不滅ポイントはですね 70% で ANA マイルにね交換することができるということで、 ANA マイルをね貯める還元率としては 2.1% なわけなんですよね。いやこれはやばいですね。先日ね紹介させていただいたこちらの JQ エポスゴールドカードと 6g を利用することで 1.75% 還元というのをね紹介させていただきましたけども、こちらねあっさり抜かれてしまったっていった感じなんですよね。こちらに関してもですね、もう利用する価値がないっていったわけではありません。というのもセゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードにですね、このクイックペイ払い常時 3% キャンペーンっていうのは期間限定っていう風になってるんですよね。ちょっとね長期間のキャンペーンではあるんですけども、一応ね期間が決まっているっていう感じなんですよね。でですね、常時 3% 還元のキャンペーンについてなんですけども、こちら期間がですね2022年の3月末までっていう風になっておりまして、条件はクイックペイ払いのみという風になっておりまして、普通にねクレジットカード決済した場合はこちらね対象外になってしまいますんで、この点はね注意してください。で還元率はですね永久不滅ポイント6倍ということで、セゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードに関しては基本還元率が 0.5% ということになっておりますんで、6倍ということで3% っていった感じになっております。でですね、先ほども言いました通り、この永久不滅ポイントはですね 70% で ANA マイルに交換することができますので、 ANA マイルの還元率は 2.1% っていう風になるわけなんですよね。続いてですね、セゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードの基本スペックもね紹介していきたいなという風に思うわけなんですけども、初年度年会費無料になっておりまして、2年目以降は1000円っていう風になっております。ですけども年間ね1回でも利用すれば無料という風になっておりますので、まあかなりね保有しやすいクレジットカードっていう風になっております。基本還元率は 0.5%、 貯まるポイントは永久不滅ポイントということで、こちらね失効することがないっていった形になっております。国際ブランドはアメックス、 ANA マイルにね交換するには 70% で移行することができるっていった形になってるんですけども、こちらに関しては ANA みずほマイレージクラブセゾンカードがね必要っていう風になっております。またですね、今日紹介させているこの 3% 還元についてはですね、一応2022年までの3月末までっていう風になっているわけなんですけども、こちらねまた別でキャンペーンもやっておりまして、2021年の1月末まではですね新規入会キャンペーンも行われておりまして、こちら合計するとね 5% 還元なんですよね。ということで 5% ということで ANA マイルの還元率はね 3.5% なんですよね。いやーこれはねかなりやばいですね。すごいキャンペーンをね打ち出してきたなっていう感じですよね。でですね、期間限定なのにクレジットカードを発行するってどうなのかっていうね思ってる方ねいらっしゃるかと思うんですけども、まあね一応期間は 3% 還元のね期間に関しては2022年までという風になっておりますんで、今ね2020年の11月っていう風になっておりますんで、まだね1年以上ね利用できるキャンペーンっていう風になっておりますんで、個人的にはですね狙っていってね全然いいのではないのかなっていう風に思います。またですね、このセゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードに関しては新規発行はですね物理カードとデジタルカードがね選べるようになってるんですよね。このデジタルカードっていうのはですね聞いたことないんですよね。セゾンのスマートフォンアプリにあるセゾンポータルっていうのがねあるわけなんですけども、こちらにですねデジタルカードが発行されて電子マネーオンラインショッピングでね利用することができるっていった感じになってるんですよね。こちらねかなり面白いですよね。またねこのデジタルカードに関してはですね、申し込むと後日ね、完全番号レスのねクレジットカードが手元に届くっていった形になっておりまして、これもね
見たことないですよね。完全番号レスですからね。表にも裏にも番号はね書かれてないっていった感じになっておりまして、その番号に関してはですねアプリの方でね確認するっていった形になってるみたいなんですよね。でまたですねセゾンカードをね保有している方に関してはこちらだと最短5分でね発行可能っていうことですので、今現在ですねセゾンカードをね持たれている方は、すぐにね利用することができるっていった形になってるんですよね。クレジットカードね発行するとだいたい1週間ぐらいね待たされるっていった形になるわけなんですけども、発行してねすぐ利用開始できるっていうのはねまたいいかなというふうに思っております。またですねデジタルカードに関してはですねキャンペーンもね行われておりまして、条件を満たすと最大1万円がねキャッシュバックされるキャンペーンも行われております。でこちらについてもねちょっと解説したいなと思うんですけども、期間に関しては2020年の11月の24日から2021年の1月5日までというふうになっておりまして、条件に関してはね2つ条件がありまして、1つはですね期間中にセゾンデジタルカードに入会して3万円の利用っていうふうになっております。こちらね達成すると3ヶ月毎月2000円のねキャッシュバックが受けられるっていった形になっております。でですね条件の2つ目は条件1をですねクリアした上で新規発行を含めた5ヶ月間以内にですね携帯電話もしくは電気料金もしくは動画配信サービスのいずれかを支払い登録するって感じになっております。こちらの条件を達成するとさらに2ヶ月2000円のねキャッシュバックが受けられるっていった形になっております。ですので合計するとですね1万円のねキャッシュバックが受けられるっていったキャンペーンになっております。でですねキャンペーン対象の携帯のね会社は、ドコモと au とソフトバンク、ワイモバイル、UQ モバイルと LINE モバイルっていった形になっておりまして、電気料金に関してはこちらにね出しておきますけれども、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力ということで、こちら多分全国対応してるんではないでしょうかね。こんな感じになっております。で動画配信サービスに関しては Hulu っていった形になっております。こちらのキャンペーンね期間中に3万円の利用ということで、そこまでねハードルはね高くないかなっていうふうに思いますので、狙いそうな方はですねぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思っております。条件2についてもですねスマートフォンの料金もしくは電気料金もしくはフールね利用されている方であれば切り替えるだけでね達成することができるっていった形になっておりますので、ぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。またですね個人的にはすぐね発行できる、またねすぐ利用できるねこともありますし、キャンペーンもね行われておりますんで、個人的にはねデジタルカードでもねいいかなっていうふうに思うわけなんですけども、セゾンパールアメリカンエキスプレスクレジットカードに関しては今ね物理カードの方に関してポイントサイトにね案件があるっていった形になりますんで、もしね物理カードがいいっていう方はですねポイントサイト EC ナビで新規発行と翌月末までにですね5000円利用するとですね6000ポイントをもらえるね案件が出ておりますので、もしね物理カードがいいという方はねこちらはね利用してみていただきたいなというふうに思います。ですねこちらポイントサイト EC ナビのねあのポイント加算上限のところにですね、先ほど私がねやった時はね普通に広告出てセゾンパールアメリカンエキスプレスクレジットカードのページにね飛びましたんで大丈夫だと思うんですけども、アクセスした時にですねセゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードのホームページにですね飛ばなかった場合ね対象外っていう風になっておりますんで、ちょっとねこれなんでこんな風になってるのかちょっと分かんないんですけども、ひとまずもしね物理カード利用される方は EC ナビからね、セゾンパールアメリカンエクスプレスクレジットカードのホームページにね飛ぶわけなんですけども、もしね飛ばなかった場合はですねこちら案件自体がね終了しているっていう認識になってると思いますので、こちらね注意していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねセゾンパールアメリカエクスプレスクレジットカードのクイックペイ払いで ANA マイル還元率 2.1% 還元ということで解説ねさせていただきましたけども、期間限定にねなっているわけなんですけども、かなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思います。またねこの常時 3% のクイックペイ払いの、ね、キャンペーンに関しては2022年の3月までっていうふうになっております
んで、かなりね長期間のキャンペーンにはなっているわけなんですけども、まあ、こういうねお得なのはですね、期間がね変わったりするかもしれないので、この点だけはですね覚えておいていただきたいなというふうに思います。またね JK パスゴールドカードプラス 6g の組み合わせでね ANA マイル還元率 1.75% っていうのもねあるわけなんですけども、こちらに関してはですね、まあ、今回のこのセゾンパールですね 2.1% ということで上回ってしまったわけなんですけども、この 6g に関してはですね、今後ね物理カードが出る予定っていう風になっておりますので、もしね物理カードが出た場合ですね、やはり物理カードの方がね利用先は広くね利用できるっていった形になりますので、こちらもね注目していきたいなっていう風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ぜひぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。